面白い。どうも、ケイスケです。ちょっとね、今最近ね、ハマってる漫画ありまして、これ薬屋の独り言っていう漫画、皆さんご存知ですか？こういう漫画なんですけども、これ全7巻あって、なんて言えばいいんだろう、こうちょっと昔のね、中国のお話で、ゆったりと時が流れていく感じなんですけども、ちょっとミステリーチックなね感じで、かなりね面白いっす。最近ね、結構注目されてる漫画で、これにハマってもう朝からずっと読んでました。今もう3時過ぎちゃった。はい。でですね、今日はですね、よいしょ、これですね、はい、まあ、またって言っちゃまたなんですけども、MacBook M1 MacBook Air を僕ね、先週とか今月の頭に買いまして、で、まあ、それでね、いろいろ移行してたんですよ。で、今日はなんかこのね、M1 MacBook の話っていうよりは、M1 MacBook にね、してから僕は動画編集ソフトを変えたんですね。動画編集ソフト、今までプレミアプロっていうソフトを使ってたんですけども、それから最近ファイナルカットプロっていうのに変えました。で、まあ普段からね、僕は結構動画編集のこととか、まあ写真動画のことっていうのを発信してるので、なんでまあソフト変えたんですかみたいな話とかもね、結構気になる人多いかなと思って、今日はちょっとそれをテーマにトークしていきたいなと思います。特にね、 YouTube やられる方とか、これから動画編集やろうかなとか思ってる人はね、ぜひ参考にしていただければ嬉しいなと思います。ということで、早速行ってみましょう。ケイスケの動画で、今回の話はまあさっきも言った通り、動画編集ソフトの話なんですけども、まあ元々プレミアプロ、MacBook Pro どうだ、はい、こっちのね、16インチ MacBook Pro を持ってて、ずっとね、これで、プレミアプロ、Adobe プレミアプロというソフトをいじってました。で、動画編集ソフトについては、このね、動画で結構いろんなことを話してて、まあ、どういう人にどういうソフトがおすすめかみたいな話してるので、こちらでチェックしてみてください。で、まあ、その中、まあ、いろんな動画編集ソフトがある中で、まあ、やっぱ一番こう、王道の3つが、Adobe プレミアプロと、まあ、今回ね、僕が使い始めた、Final Cut Pro、FCPX とか言いますね。ファイナルカットプロと、あと、ダヴィンチリゾルブという形になります。まあ、ダヴィンチリゾルブは無料とかで使えて、課金するとね、結構いろんな機能が解放されるんですけども、まあ、僕は3種類とも全部ね、もうちゃんと正規版を購入しまして、全部3種類使った結果、最終的にね、今ファイナルカットプロを使っています。で、なんでね、プレミアプロから、ファイナルカットプロに移ってきたのかっていう理由の部分なんですけども、まあ、いくつかありまして、まず一つは動作面ですね。動作面のサクサクさ。で、今まで、このね、これ。はい、この、16インチ MacBook Pro。これね、45万ぐらいします。で、M1 MacBook Air は、これね、8GB CPU、8GB GPU のメモリ 16GB。で、ストレージ 1TB で、これで18万ぐらいかな。なんで、まあ、3枚は買えないけど、このね、MacBook Air は、まあ、約 2.5 台、2.7 台分ぐらいの価格、これすると。っていう形で、まあ画面もでかいし、すごい使いやすかったんですけども、プレミアプロの動作をしてた時に、まあ僕ね、今、α7S3 っていうカメラをね、メインで、で、僕メインのカメラは、今ね、ソニーの α7S3 っていう、まあこの前ね、この動画でもちゃんと語った動画でね、ご紹介したんですけども、α7S3 ってカメラを使ってまして、それで 4K で基本撮ってるんですよ。で、4K で 10bit っていう結構色情報が多くて、重たいデータで撮影してるんですね。で、それでやったときに、やっぱり 4K のデータをプレミアプロでね、実際にこういじってみると、やっぱカクつくんですよ。カクつくので、それと同時にね、プロキシっていう、まあ、ちっちゃいファイル、解像度の悪いファイルで編集だけして、書き出しの時だけ 4K にするみたいな方法を使ってたんですけども、まあやっぱそれがね、厄介だったんですよね。編集中のやっぱ動作が重いっていうのが結構厄介だったんですけども、これはですね、ファイナルカットプロの場合、こっちの M1 MacBook Air で、4K その10ビット、さっき言った重たいファイルが全然サクサク編集できちゃうんですよ。そのさっき言ったプロキシとかなしで。なんで、もう、まず動作面の時点で圧倒的にプレミアプロよりもファイナルカットの方が、まあ上なんですよね。まあもちろんね、4K とか使わない人は、実はね、同じぐらい、まあ動いたり、どっちもね、普通にファイナルカットも、プレミアプロも、どっちもね、同じぐらい動くとは思うんですけども、まあ、重たいファイルになればなるほど、ファイナルカットの方が安定して、動作サクサクに動くんじゃないかなってことで、乗り換えたのが一つですね。で、まだいくつかあるんですけども、もう一個書き出しの問題。まあ、書き出しの問題っていうか、そのね、プレミアプロがですね、すごいバグが多いんですよね。で、実際ね、僕 MacBook Pro、16インチの MacBook Pro を使ってた時は、4K の、動画で、だいたい20分ぐらいの動画が、まあ20分ぐらいで書き出しができたんですけども、プレミアプロを最新版にアップデートしちゃうと、それね、倍ぐらいかかっちゃうんですよ。
なんか40分とか50分とか書き出しに時間かかっちゃって、ちょっとしんどいなと思ってたんですよね。で、それが、まあ、ファイナルカットにすれば、こっちのね、MacBook Air の方でも、まあ、20分、4K20 分の動画を、まあ、20分ぐらいでね、書き出しができるので、書き出しの速度の面でも、プレミアプロより、ファイナルカットの方が早いかなと思ってます。で、ちなみに、このね、M1 チップ搭載の MacBook Air でね、プレミアプロを使おうとすると、最新版のね、プレミアプロしか使えないんですよね。なんで、必然的に、こう、書き出しが重くなると。まあ、もしかしたら、こう、今後アップデートで速くなっていったりするのかもしれないんですけども、ちょっと今現状を使うときに、さすがにね、4K の20分の動画は4、50分かかっちゃうっていうのはしんどかったんで、なんかそこら辺はね、ちょっとさすがにかなと思って、ファイナルカットにしたっていうのが理由のまた一つですね。で、理由三つ目がですね、他のアプリとの、連携がすごいできてるよってところですね。なんか連携の良さっていうか、そんなところで、ファイナルカットプロっていうのは、こういうね、MacOS 対応のパソコンでしか使えないんですよね。なんで、Windows のパソコンでは使えないんですけども、その代わり、ファイナルカットプロと、他のね、Mac のアプリとの相性が結構いいなと思ってます。で、例えばなんですけども、Paste ってアプリ、まあ僕はこれ堀口、モノグラフの堀口くんから教えてもらったんですけども、Paste ってアプリで、普通、こうパソコンでコマンド C でコピーすると、1個前のものしかコピーできないじゃないですか。なんですけども、その Paste っていうアプリを使っておくと、コピーしたものが全部ね、リストで保存されてるんで、10個前にコピーしたやつとかも、ペーストできるようになるんですよね。で、Paste ってアプリを使うと、これね、コピーしたものを保存できたりするんですよ。ブックマークみたいな感じで。で、それ使うとですね、Final Cut Pro の、例えば、エフェクトとか、カラーとか、まあ、アニメーション関連も全部ね、ペーストに保存できるので、基本ね、YouTube の動画とかも、もうカラーもエフェクトも全部、ペーストしながら進められるんですよ。まあ、普段のいろんな動画をやられてる方はちょっとまた別かもしれないんですけども、基本 YouTube の動画ってルーティーンというか、やっぱそういうなんか決まった、やっぱそういう形の決まった動画を作るのには、Final Cut Pro と、あとそのペーストっていうアプリのね、すごい連携がいいなと思って、それでね、かなり作業効率上がったんですよね。で、実際、まあ、ファイナルカットプロとか今まで使ってた時に、だいたいね、僕結構編集早いんですけども、まあ、2時間とか2時間半とか、かかって3時間とかかな。YouTube の話、YouTube の動画はそのぐらいかかってたんですけども、これでやると、だいたい1時間とかで終わっちゃいますね。なんなら45分とかでも終わっちゃうかもしれないぐらいね、編集の速度が僕は速くなりました。またね、この時短テクみたいなのは、今度ね、しっかりとコマンドも含めてご紹介しようかなと思うんで、ぜひね、今後の動画楽しみにしていただければと思うんですけども、まあ、本当にね、時短になったっていうところも含めて、まあ、僕はファイナルカットにね、変更してよかったなと思ってます。で、その他いろんな理由あるんですよ。もうサクサクっと紹介していくと、例えば立ち上げが早い。まあ、たまに落ちたりもするんですけども、ファイナルカットプロよりも全然立ち上げが早いとか、あとは書き出しの時の色が変わらないとか、プレミアプロとかね、書き出す時に色変わっちゃうんですよ。これな、なんか、まあ、シンプルにこうバグというか、なんかエラーみたいな部分なんですけども、Mac でプレミアプロを使ってる方は、編集中の画面と書き出しの動画見てみてください。色違うんで。あれね、すごいしんどいんですよね。あれがないのとか、やっぱこう使ってて、プレミアプロが今後ね、こう安定して使える時ってもうないだろうなと思って。やっぱもう昔からね、結構重かったし、それが全然安定しないし、すぐ落ちるし、で、まあ、できること本当にたくさんあるんですけども、バグも多いし、書き出しも遅かったりとか、結構ね、そういう細かい部分が目立っちゃって、まあ、本当にいろんなことができるし、クリエイティブなことをする分、プレミアプロっていうのはすごいソフトなんですけども、ただまあね、僕はさすがにそこまで使わないなっていうことで、メインのね、編集ソフトを、ファイナルカットに変えたという形になります。ケイスケの動画。で、多分、こうね、プレミアプロからファイナルカットに移行して、まあ、とか、ダヴィンチのことも含めてね、まあ、いろんな質問が来るので、最初にね、そう来そうな質問をちょっと答えていこうかと思うんですけども、まあ、まず一個ね、プレミアプロからファイナルカットに変えて、使いづらくなかったですかっていう質問多分めちゃくちゃ来ると思うんですけども、使いづらいです。最初使いづらかったです。プレミアプロって動画をね、こうね、カットすると、こう、例えば動画こう1本あったとして、こことここでカットすると、真ん中のね、動画のカットされた部分削除すると、ここの間開くんですよ。なんですけども、ファイナルカットっていうのは、ここのね、間開かずに全部詰まるんですよね。左から詰まるんです。で、それが、使いづらいっていう人と使いやすいっていう人がね、まあ、慣れた方なんですけども、まあ、2パターンありまして、僕は最初使いづらかったんですけども、まあ、今となってはね、慣れてきました。まあ、そのタイムラインの違いみたいな部分は、まあ、結構慣れの部分があるんで、まあ、使ってみてですね、まあ、2、3週間使ってみて、どうなるかっていう話ですね。うん。そこのところは、まあ、そこのところは本当に人によるかなと思いますけども、僕は全然慣れたかなと思います。
で次言われそうだなと思ったのがダヴィンチリゾルブ使わないのって話ですね。でダヴィンチリゾルブは僕ですね普段の YouTube は使わないようにしてて、普段の YouTube だとですねどうしても文字を打つとかそういうことがねちょっとやりにくいんですよね。でファイルカットとかプレミアプロっていうのは結構ね画面に置いたエフェクトの文字の部分ポッてタップすると、文字編集できたりするんですけども、結構ねなんかダヴィンチはそこの辺ねすごいやりづらかったんですよね。結構周りの編集者見てもダヴィンチリゾルブのね文字入れだけはやりづらいっていう話が来てて、なんかそこはやっぱちょっと苦手な部分なのかなと思ってます。でもその代わり僕ですね今後もそのシネマティック Vlog とか結構その作品、まあ、自分なりのね、このかっこいい Vlog とかを作っていくときには絶対ねダヴィンチを使うようにしてて、まあなんでかっていうとやっぱ色編集のやりやすさですね。それは全然プレミアよりもファイナルカットプロよりもダヴィンチの方が圧倒的に上だと僕は思ってるんで、まあ今後もダヴィンチは併用して基本的には普段の YouTube をファイナルカットプロで、まあ作品というか、Vlog をダヴィンチリゾルブで使うという形で運用していこうと思います。でファイナルカットプロで1個ね、最初困ったことがあって解決したんですけども、ファイナルカットプロって最初ね入れた時にバックグラウンドレンダリングっていうのが自動的に入ってるんですよ。でこれ何かっていうと動画とかが重たい場合、例えば重たい動画とか重たいエフェクト入れる時ってなんかね本当は動画編集ソフトで裏でこう軽いファイルを作って、プレビューしたりしてるんですよね。でそれがオンになって、でそれがファイナルカットはね、自動的にオンになってるんですけども、でそのまあバックグラウンドレンダリングっていうまあ方法によってかなりねサクサクとプレビューできるようには確かになってるんですけども、めちゃくちゃ容量食うんですよ。で今回の多分ね M1 MacBook からめちゃくちゃ顕著だと思ってて、本当バコスコバコスコ容量食ってて、実際僕ね1本の動画作るのに300ギガぐらい使っちゃうんですよね。でなんでそこはねオフにしちゃって大丈夫だと思います。僕はバックグラウンドレンダリングオフにしてるんですけども、それでもねファイナルカットプロで 4K のね、さっきも言った10ビットっていう重いデータも全然サクサク動くんですよね。なんでもしファイナルカットプロ使ってる方で、まあ、もしくは M1 MacBook これから買おうと思ってる方で、ファイナルカットプロ使おうと思ってる方はバックグラウンドレンダリングっていうのはオフにしちゃって大丈夫です。まあそんなところですかね。なんか気になるところとかまた質問とかこういうのを教えてくださいみたいなのがあればぜひねコメントの方でも教えてくれると嬉しいです。ケイスケの動画はいってな感じで、今日はねちょっと僕自身の話なんですけども、まあプレミアプロっていうねソフトからファイナルカットプロっていうねソフトに移行しましたよという話をさせていただきました。まあ実はですね、今日この動画もあとねまあ何個か前からね、実はねずっとファイナルカットプロにね編集ソフトを変えてて、違和感感じました？どうでした？実はねいろいろ変えてるんですよ。なんでぜひね前の動画と見比べてもらってファイナルカットプロとまあどのぐらい差があるのっていうのをね、結構ファイナルカットプロだと出来上がりの動画悪いんじゃないのとか思われる方たまにいらっしゃるんですけど、全然そんなことないのでチェックしてみていただけると嬉しいです。はい、ということで今日はねこんな感じにしたいと思います。今日の動画いいと思ってくれた方は高評価ボタン、あるチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それとはい Twitter、Instagram とやっておりますのでぜひフォローの方よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃねー。あーそうそうそう、このねパーカーめちゃくちゃ気に入ってて最近ねクリーニングから出して帰ってきたんですけども、ちょっとさちょっと見えないかな、短くないかな、こんなもんだっけ。なんかね、こうやってね、クリーニングに出して縮んだやつね、琴に毎回あげてるんですけども、またね、この服も琴ちゃん行きになりそうです。ちょっと悲しい。